いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2019年式 BMW M2 コンペティションをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、右ドアエッジに傷、リアバンパーに傷がございます。走行距離約3000キロ走ったお車です。ボディカラーはサンセットオレンジ。インテリアはブラックレザーとなります。フロントバンパー、エクステリアミラーに加え、ハイグロスブラック仕上げのキドニーグリルで新たなデザインとなり、さらにアグレッシブで力強いデザインに変更された後期モデル M2 コンペティション。高性能エンジンに強化された剛性と制動力によって圧倒的な走行性能を誇ります。エンジンスペックに関しましては、3リッター、直列6気筒ターボエンジンを搭載。最高出力410馬力を発揮します。ヘッドライトには LED が採用されており、夜間走行時の視認性も高く、安全にお乗りいただけます。アルミホイールは19インチアルミホイールを装備しております。続きましてトランクスペースの紹介です。トランクの開閉は手動での開閉となります。スーツケースが収納できる十分なスペースを確保しております。続きましてインテリアのご紹介です。インテリアはブラックレザーコンビシートとなります。運転席、助手席ともにシートのシワなど目立つ使用感はございません。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングを採用。パドルシフトにてダイレクトな変速が可能となり、スポーティーな走行をお楽しみいただけます。クルーズコントロールを装着しておりますので、任意で速度設定を行い、長距離運転など快適なクルージングが可能となります。ナビゲーションは純正 HDD ナビゲーションを装備。バックカメラを装備しておりますので、バックギアに入れていただきますと、バックカメラにて後方確認を行い、安全に駐車していただくことが可能となります。シフトに関しては、7速のMDCT を採用し、スムーズなシフトチェンジが可能となりました。フロント両席にはシートヒーターを装備しております。カーボンパネルを採用することで、インテリアをよりスポーティーに演出。レーンキープアシストといった安全サポート機能も充実。さらには、ハーマンカードン製のスピーカーを装着しており、高音質での音楽をお楽しみいただけます。今回は2019年式 BMW M2 コンペティションをご紹介させていただきました。高性能エンジンに BMW らしい味付けによって、まさに駆け抜ける喜びを存分に感じることのできる M2 コンペティション。DCT を採用することでスムーズなシフトチェンジに、機敏なスポーツ走行が可能となり、日常でのご利用や刺激を求めるドライブにもぴったりの一台です。お探しの方はお早めにご検討いただき、お問い合わせ、ご来店、心よりお待ち申し上げております。よろしくお願いします。